ブリーズ夜の雑に強いフラッシュなのだ。夜のフラッシュは適当な高いとこで反射させとけばいいっておばあちゃんが言ってたのだ。雑に投げたフラッシュでも相手は意識外から飛んでくるからかわせねえのだ。夜フラッシュは工夫せずに使うと弱いけど、ちゃんと当てる場所考えて定点フラッシュで使えば最強格なのだ。特にこのミッドフラッシュとか相手がミッド来てる時のカウンターとして優秀なのだ。 DD あたり、階段上、エルボー、全部当たるのだ。